打って投げての二刀流で日々活躍しているロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平。そんな大谷がメジャーならではの可愛がりを受けたとして話題になっている。一体どんな可愛がりを受けたのか、そしてその洗礼に対して歴代のメジャーリーガーや著名人はどんな反応をしたのか、新たな発見があるはずなのでぜひ最後まで見てほしい。不可解なジャッジに怖い。2番投手で先発出場した2021年6月11日のダイヤモンドバックス戦、4回62球を投げて毎回の6奪三振4安打無失点の好投。バットでは自打球を右膝に当てる苦しみを味わいながらも2本の2塁打を放つなど気を吐いていた。自打球による球速低下が不安視されていたが、フォーシームを軸に最速160キロをマークしていた。3対0とリードして迎えた5回2アウト1、2塁打者エスコバーの場面、マウンドに立った大谷は2塁走者の三盗を警戒するため牽制の仕草をした。野球のルールではプレートに足をかけたまま牽制するふりをするとボークを取られてしまい、走者の進塁が無条件で認められる。試合の映像を見る限りボークを防ぐため足をプレートから外し、そこから上体を動かしたように見えたが、審判はプレートから足を外すより早く上体が動いたとの判断をしボークと判定。走者2人はそれぞれ進塁した。この判定に大谷は納得いかず、首をかしげてホワイというジェスチャーを塁審に示した。エンゼルスのマドン監督もベンチを出て抗議をし、審判団が集まり協議したが、ジャッジは覆ることもなく走者は2塁と3塁にそれぞれ進塁した。さらにカウントワンツーから投じた5球目、空振りを取ったと思われたが、セットポジションでの静止動作が不十分として再びボークを告げられ、さらに走者は塁を1つ進み1点を献上した。その後暴投による振り逃げも重なって、この回は無安打で抑えながらも2点を失った。6回から後を継いだリリーフ陣も打たれて同点となり、白星を逃してしまった。日本ハム時代の2014年以来となる自身2度目のボークで、メジャーではもちろん初。試合後大谷は、久々にイライラしてしまったので、そこら辺はまだまだだと思う、と反省。マドン監督も大谷への2つ目のボークはひるませるためで、認識可能な制止をしなかったためではないとコメントしていた。大谷は2021年に9勝を挙げており、もしこの試合に勝利していたら10勝まで到達していたことになる。46本の本塁打と合わせて1918年のベーブ・ルース以来103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打を達成していたかもしれないだけに、不可解なジャッジで失点し、結果として白星を逃すことにつながったのは残念でならない。歴代メジャーリーガーも受けた可愛がり。審判からの厳しいジャッジはメジャー流の痛烈な洗礼で、一種の可愛がりのようなものだ。歴代の日本人メジャーリーガーもその可愛がりを受けてきている。ボストンレッドソックスなどでプレーし、2013年ワールドシリーズ MVP に輝いた上原浩二は自身のツイッターで、メジャーあるあるだよな、マウンド上で不服な態度を出すと余計に厳しく目の敵みたいにしてくると自身の経験を踏まえてツイート。完全にプレートから足を外しているし、静止して投げてると思うんだけど、一生懸命にやってるからこそ態度にも出ちゃうとかばうのも忘れなかった。サンディエゴパドレスに所属するダルビッシュ有も続く。1回目は体の見ている場所によっては膝が先に動いているように見えるので、そこでボークを取った気がします。2個目は静止時間としては短かったと思いますが、取られない時もあるので、1個目のボークの後の大谷選手のリアクションにイライラしていたのかもしれません。大谷の首をかしげたリアクションが審判団の目を厳しくさせたと分析した上で、最初のボークは審判の失策とし、自責点を1引いてほしいですよねとダルビッシュ説を炸裂させていた。一方、ロサンゼルスドジャースなので抑え投手として活躍した斉藤隆は、1つ目は動作が曖昧だった。プレートを外しての偽投だが、外す前に上体が動いているようにも見える。審判には不自然な動作に映ったんだろう。メジャーでは毎年キャンプの時期に審判員を呼んで講習が行われる。ボークの判定は人によって基準が違うので難しい。だから曖昧な動作はしない方がいいと言われたことを記憶していると指摘。大谷は野球選手としても人間としてもほとんど欠点がないが、
ただ一つ気になっていたのは、判定に対して首をかしげたり感情を表に出してしまうこと。最初のボークの後も両手でホワイのポーズをした。自然に出てしまうのだろうが、審判にはいい印象は与えない。アメリカではメジャーに上がってきたルーキーが審判の洗礼を受けることは昔からよくある。大谷は新人ではないが、今年は二刀流の活躍で全米注目の的になっていると奮起を流し、防御率 1.08 と抜群の安定感を誇ったデグロムを例に挙げ、彼はどんな判定にも一切感情を出すことはなかった。マウンドでの所作はスーパースターのそれだった。大谷もこの試合を教訓として、もう一段階上のステージに上がってほしいとエールを送った。海外メディアも疑問視、納得いかない。ここまで歴代メジャーリーガーの意見を見てきた。では現地メディアの著名人はどんな反応を示したんだろうか。世界的な経済誌であるフォーブスに寄稿するバーニー・プレスコフは、大谷のボーク判定について説明が聞きたい。実際には根拠がなく独断的であった。最初のボークは審判団が協議したけど意味をなさないものだったと指摘。続けてボーク後、大谷の球速がかなり落ちた。なぜボークを取られたのかわからなかったので動揺したのだろう。私も理解できないけど、明らかにリズムを乱していたねと心理的な影響を及ぼした可能性を示唆していた。スポーツベッティングウェイジャートークのアナリストデイブ・コキンは、2つのボークについて誰か説明しなければならないだろう、2つ目は特にと疑問を投げかけると、スポーツ専門局 ESPN などに寄稿するボールスプラーも、大谷に対する2つ目のボークへの言葉がないと疑問し、スポーツ専門メディアジ・アスレチックなどに寄稿していたブレント・マグワイアも、これがボーク判定となり失点を許したと2つ目のボークを動画付きで紹介。ジョン・ボーイメディアの番組トーキン・ベースボールも、大谷はこのボーク判定に納得いかずとピックアップしている。ここまで見て2つ目のボークに疑問を呈す専門家が多いのがよくわかるだろう。なぜ可愛がりを受けた？どうして大谷は厳しいジャッジを受けたのか。それは大谷の立ち振る舞いにあるのかもしれない。1回目のボークを捉えた場面で見せた怖いという首をかしげるジェスチャー、そのジェスチャーを見た審判団が気分を害して、ついつい大谷に対する目が厳しくなり、2回目のボークの判定につながった可能性がある。実は野球界には暗黙のルールがいくつか存在する。例えば三振を取った後に派手なガッツポーズをするべきではない、大量の点差があるときは盗塁を仕掛けるべきではない、投手が打席に入ったら内角に投げるべきではない、などなど。禁止が明文化されているわけではないが、マナーとして従っておいた方がよろしいとされる古い慣習だ。その暗黙のルールはメジャーだと日本以上に厳格とされており、もし仮にルールを破ってしまうと報復支給の対象となり、両チームに遺恨が生まれるきっかけとなり得る。相手チームのみならず審判に対しても暗黙のルールは同様に適用されている。例えば見逃し三振と判定された際に、打者が暴言を吐くことはもちろん、抗議の意味でベース上にバットを立てただけで退場処分を受けてしまうというように、審判はかなり強い権力を持っている。いくら活躍をしていたといっても、大谷はまだメジャーのキャリアが浅い。打者としては2018年に22本塁打を打って新人王に輝いたが、投手としては右肘靭帯を痛めてトミー・ジョン手術を受けた影響もあり、2019年2020年とまともにマウンドに立つことができていなかった。そのため2021年の時点では実質投手2年目。しかも現地の人々からしてみたら外国出身の選手である。ここは野球の本場アメリカ、郷に入っては郷に従え、ベテランのような態度を取るにはまだ早い。もしかすると審判団にはメジャー流のしきたりを教育する意図があったのかもしれない。ちなみに暗黙のルールについては別の動画で詳しく取り扱っているので、興味のある方は概要欄からチェックしてほしい。打者としても可愛がりを受けた。また投手だけではなく、打者としても厳しい判定を下されることがあった。5月22日のミネソタツインズ戦、明らかにボールと見られる投球をストライクと判定され、打席で首をかしげた。6月21日のタイガース戦では23号本塁打を放った次の打席で、内野陣のシフトで空いた三塁側を狙って大谷がバントの構えを見せると、
投手が投球寸前で動作をストップ。大谷が球審に抗議するもスルーされ、その打席は三振を喫した。苦い経験を生かす。厳しい防寒手を受けてから約2週間後の6月24日、試合前のチェックを受ける際、大谷は自ら帽子とグラブを差し出してにこやかに微笑んだ。スポーツライターの広尾氏は、例の防寒手で態度に問題があったことに気づき、学習したのではないでしょうかと分析する。苦い経験をしたが、その後の行動から汚名返上しようとしているのがわかるだろう。また大谷は常日頃から行儀の良さを称賛されている。ある試合で一塁に向かう際、ライン上のゴミをわざわざ拾って自分のポケットに入れるシーンがあった。現地の記者は、審判はこういうところもしっかり見ていますと明かしている。2021年にア・リーグ MVP を受賞するなど、すっかりスタープレイヤーの仲間入りを果たした大谷。こういった厳しいジャッジは2022年以降さらに襲いかかるかもしれない。その時乗り越えることはできるか、進化が問われる一年になりそうだが、さらなる成長を見せてくれると信じたい。皆さんも印象に残っている大谷のエピソードはありますか？あればコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。